はい、ホンダマグナ250、V ツインマグナ250ですね、の紹介になります。V ツインマグナ、ホンダと書いてありますけれども、読んだ字のごとくですね、V ツイン、ホンダの V ツインエンジンを使っております。他にも V ツインエンジンを使っている有名な車種がですね、まあ、VT シリーズなんですけど、今は VTR がすごく有名ですけども、まあ、この当時としてはですね、V ツインエンジンを積んでるといえばですね、VT250F とかだったんですけども、まあ、そんな話は置いといてですね。で、この V ツインエンジンというのはホンダの中で非常に傑作エンジンなんですね。まず耐久性が恐ろしく高い。だからバイク便なんかでよく使われて、メーター一周したやつが新車みたいな扱いでオークション出ますけど、まあこの話はいいですけど、でまあそんなのに使われてみたりとか、耐久性がものすごくいい。それからまあ燃費がとても良い。はい、でそれが多分たくさん作ってるんで、生産コストがおそらく、廉価になってるんでしょうね。でホンダさんとしても使いやすい。でパワーもあって、高回転までよく回ると。でこうした味付けの、ものに関しては、低回転のトルクを強くしてみたりとかですね、まあ、そうしたいろんな使い方をされているエンジンです、はい、で非常に良いエンジンなんですけども、でそれを積んで、こうしたですねロー・ロングのアメリカンタイプのオートバイを作ってみましたと。それが、まあ、この V ツインマグナなんですけども、まあ、このスタイルになるまでですね、割と苦労があったようです。まあ、スティードの時は、まあ、あまりこういい評価を受けなかったみたいですけども、よいしょ。まあ、つまりこの形っていうのはハーレーダビッドソンから来てるわけですね。で中途半端に真似をしてはいけないということで、きちんとデザインを煮詰めたようです。でマグナという車種はですね、実は言うと他にもいろいろあるんですね、まあ、皆さんご存知のこれとそっくり の 50cc のマグナ50、これはまあ言わずもがななんですけども、 V45 マグナとかですね、750セイバーマグナとかですね、そうしたマグナも存在します、はい。まあ、まあ、ホンダにとって最初のマグナっていうのはそのセイバーから出てる7班のですね、V4 エンジン、 VF ですね、 VF のエンジンを積んでますね。そうしたものが走りでした、はい。まあ、今ではマグナの名を冠するものはこれと50のマグナがまあメインになってきてますけどもね、暇があったら調べてみてください。昔のセイバーマグナもこんな感じのラッパマフラーついてます。面白いですよ。で、世界初のですねアンチノーズダイブ機構なんかをつけてたりとかしますけども、まあ、ちょっと余談が長くなっちゃったんですが、こちら、ほぼフルノーマルですね、はい。リアショックだけちょっと変わってるのかな。で、非常に綺麗です。エンジンもかかりがとても良いんですけども、今ガソリンがほとんどないんで、これ全然チャプチャプ言わないんですよね、まあ、かかると思うんですけど、かかるはかかるんですけど、まあ、納車前にこれは多少テストの時にガソリンを入れます、はい。で、ちょっと切りますね。最近ですね、マグナ250、女性の方からお問い合わせを多くいただくんですけども、残念ながら僕は非力な女性の方とは違ってですね、割と体格には恵まれている方の男性でございますので、なかなかその取り回した感じどうか乗った感じどうかっていうのをちょっとお伝えするのが難しいんですけれども、まあ、ちょっと努力してやってみようかなと思います。まず私の体が身長が173センチです。で足は平均より短いでしょう。でこんな感じで並んで立ってみるとシート高はこんな感じですね、はい。でまたがってみますね。またがると両足べったりついて立つとこんな感じですね、全然余裕があります。で座ると両足ついて膝が曲がるような感じですね、はい。でサイドスタンドを払ってみましょう、はい。じゃあこの状態でハンドルを切る、はい。どうですか、ちょっと前から撮ってますか、はい。このような感じになりますね、はい。ハンドルを切るとこんな感じです、はいはい。じゃあ真横に戻ってください。で、よくですね腰痛持ちの方いらっしゃいます。私もそうなんですけども、腰が痛い人っていうのはこうなっちゃダメなんです。こうもろ振動が来るからです。腰が痛い人はちょっと前傾していたぐらいが一番いいですね。で腕も突っ張るのでだから少し曲げる、まあ、若干猫背な感じですね。このぐらいの姿勢がですね、腰痛持ちには一番カンファートボーな感じですね、はい。カンファートボー調べてみてください。でじゃあちょっと押してみましょうか、はい。マグナはですね、重心がとても低くて長いオートバイです。なので、若干
他のオートバイよりも重く感じてしまいます。はい、CB とかですね、少しハンドルが高いので教習所のバイク、そっちの方が取り回しやすく感じるかもしれないんですけども、実際重さとしてはこっちの方が若干軽いようです。で、まあ、若干重くは感じるんですけども、ハンドル幅が大きいので、取り回しはしづらくないです。じゃあ取り回してみましょうか。こんな感じですね。はい、こんな感じで、こんな感じです。こんな感じです。どうですか、どうですか、奥さん、奥さん、郵便局の美濃さんでした。で、僕今なんとなくやってますけど、押すときはフンでいいんですけど、下がるときですね、お尻をつけます。これお尻つけます。お尻つけて、お尻と足でこうギュッとこう下げてやるわけですね。はい、そうすると比較的簡単に下がります。で、この時に究極というのは、結局体で支えてるわけじゃなくて、僕ここに寄っかかってるんです、完全に。で、その状態でどこまで手が離せるかで、まず左で離せますね。で、右足離せます。左足はちょっと難しいかな。つまりこっちが右足になってるわけですね。こっち左足みたいな感じでやると、押すときも実は結構楽なんです。それをするとね、こうやると、これどんなバイクでもできますけど、こういうふうに低い位置の低いバイクだとなおのことやりやすいと。はい、押す。これ慣れるまで結構できなかったりするんですけど、ちなみにこれ結構軽そうにやってますけど、軽いんです、実を言うと。このやり方で取り回すと、女の人でも全然取り回せます。で、逆に腰離しました、手だけでやりますって言うと結構僕でも辛いです。できないことはない。バックも意外にこうできないことはないけど、初期動作ですねと、こうやるときにやっぱり両手でバイクの重さを支えてますね。こうやってバイクの重さを両手で支えてますので、まあ僕はどっちかというとこうやって乗っちゃって、お尻乗っけちゃってですね、取り回しをする方が楽だと思います。よいしょ。いやー、うちのがビデオでこんなことやってるとやっぱね、思いっきり不審者ですね。はい、こんな感じで、まあどんなやり方でも取り回しできればいいとは思うんですけど、どうですかね、女性の方でもこれだったら多分全然取り回せるんじゃないかなって思うんですけど、自分に合った方法を分かるといいんじゃないかな。いいんじゃないか。まあ、こうやることもできる。いや、僕はやっぱこっちの方が楽なんだよな。シュッシューン、シュッシューンと。僕もこれ最初できなかったですけどね、何日か練習したらできるようになりました。はい、こんな感じですね。今度バイクの取り回し講座みたいなのもやりましょうかね、せっかくなんで。はい、というような感じで、非力なあなたも取り回せるオートバイでございます。はい、価格についてですね、支払い総額には簡単な整備ですね、まあ、簡単な整備というのは、まあ、お客さんにとっては簡単じゃないんですけど、我々からしたら、まあ、軽整備に値するものですね、が含まれております。で、まあ、それには油脂類交換、液量交換ね、それから制動保安、それからバッテリー等で全て新品で交換します。で、あとこの車体の消耗状況なんですけども、タイヤがとてもよく残ってますね。はい、これ IRC のファイアパターン、そこから溝見えるかな。はいね、IRC のファイアパターンで、ね、しっかり水残ってます。まあ、表面少しシワはあるんですけど、まだ全然使えるレベルです。で、フォークオイルの漏れも今のところ発見できません。じゃあリアタイヤ、はい、これも溝どうですか、結構残ってると思うんですけど、で、若干シワはあるんですけど、全然まだ使えるレベルですね。粘土でいうといつのタイヤだな、ちょっと見つかんないや。アメリカンタイプのバイクにはこういうファイアパターンで非常にいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で、あとタンクも綺麗ですよね、全体的にすごく綺麗です。サイドカバーも
リアフェンダーも、はい、あとシートもですね、特に切れ破れはありません。はい、というような状態のマグナ250でございますけれども、はい、で、ナンバーを取って、でお客さんが乗り出せる状態で、はいどうぞって渡せる状態の金額が、うちの納車価格表示という意味です。で、お客さんの方からは住民票を用意してください、住民票1通ですね。で、僕たちは自賠責保険と、あと先ほどの整備ですねを施した状態で、もう走れますよとなりましたらご連絡差し上げるので、そしたらお店の前まで取りに来ていただいて、乗って帰っていただく、もしくは陸送ですね、トラックに積んで、お送りするというような形を取らせていただいております。はい、からお客さんの希望でもし何かあれこれやってくれみたいなのがなければですね、特にそれ以上もらうお金はないです。で、あと、まあ、マグナの、まあ、付加的な情報というかですね、うちでできるやつなんですけども、最近社外品なんですけども、純正と全く同じ形のリアキャリアですね、CC バー付き背もたれ付きリアキャリアっていうのがですね、出てます。で、それもオプション設定なんですけども、うちで付けるのは全然できます。あれいくらだっけ、なんぼ9000円ぐらい、1万円ぐらい、それぐらいでね、そんな高くないです。純正セットの頃はね、確かね1万8000円ぐらいしたんですよ。で、社外品セットはその半額ぐらいだった気がします。で、それをプラス、まあ、うちの工賃ですね、で、まあ、3、4000円でやりますけども、で、それもできますし、あとは確かね、木島かなんかでこうサイドバックガードみたいなのも確かありましたね、そういうのもつけることはできます。あとはそうですね、これからの季節寒いのでグリップヒーターとかですね、それも、まあ、ご注文にはなっちゃうんですけども、うちで入れることもできますので、はい、まあ、そんな形でいろいろと考えております。考えることもできます。考えておりますだとちょっとね、なんか無料でつけるみたいになっちゃいますんで、表現が今不適切だったかと思うんですけども、いろいろ考えてますんで、考えられますんで、はい、お気軽にそれはお客さんの方からもおっしゃってください。はい、そんなわけですね、うちでいつも扱っている V ツイン250マグナ、はい、今回もシルバ ー常時在庫でやっておりますので、もしご興味ある方、お声掛けいただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。